今、まさに、護衛艦、加賀の F-35B 戦闘機認証テストと日本の防衛力の強化が進む中、今回は、護衛艦、加賀の太平洋での洋上拠点化運用想定を詳しく見ていきましょう。中国の脅威が拡大すると同時に経済が破綻していっているおかげで、日本の対中国の防衛力強化は、ギリギリのところで間に合いそうだ。現在の海上自衛隊において、最大にして、最強の護衛艦である、出雲型ヘリコプター護衛艦の出雲と加賀では、広い全通飛行甲板を活かし、固定翼機をすとぶる、垂直短距離離着陸方式で運用する空母として生まれ変わるための大改修が進められている。出雲型護衛艦の公開初言は、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0 メートル、最大幅 38.0 メートル、水深幅 29.6 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートルの規模で、呉では、加賀が大きな存在感を示している。改修前の出雲型護衛艦は、ヘリコプター搭載護衛艦として、SH-60kg 哨戒ヘリコプター7機、MCH-101 輸送救難ヘリコプター2機が搭載されていて、運用可能なヘリコプターの最大搭載数は14機とされていたが、空母改修後は艦載機として固定翼の F-35B ライトニング2を搭載するため、その場合には10から14機程度を運用するようになるらしい。 F-35 とはアメリカのロッキード・マーティン社が生産している第5世代ステルス戦闘機として開発された単発、短座の多用途戦闘機のことであり、コンピューターによる情報統合が進められていて、パイロットのヘルメットディスプレイによって全周囲視界が実現されている。当初から多用途戦闘機として開発されたため、対地攻撃能力や電子装備の充実度に関しては、同じ第5世代ステルス製空戦闘機である。F2 にラプターを超えると言われており、さらに、同一の機体構造を有する A 型、通常離着陸機型と B 型、垂直短距離離着陸機型、及び C 型、艦上機型の3タイプが存在していている。このような野心的な設計の機体であるため、開発計画時の名称である、統合打撃戦闘機、ジョイント、ストライキ、ファイターの略称、JSF とも呼ばれる。出雲型護衛艦での運用が予定されている B 型の F-35 は、ストブルと呼ばれ、滑走を必要としないヘリコプターのような垂直離陸、あるいは短距離での離着陸が可能な固定翼機である。その際には、エンジン後方にある排気ノズルを折り曲げて、下方にジェット噴射を行い、排気ノズル付近の機体後方下部に装備された2枚扉を開けてから、排気ノズルを下方に向ける形だ。また、エンジンから伸びるシャフトに関しては、クラッチを介して前方にあるリフトファンを駆動し、機体前方操縦席直後の下部にある2枚の排気ダクト扉を開けて、下方向への推力を得る。その際には、機体前方上部にある吸気ダクト扉も開放されるが、こちらは後方ヒンジによる1枚扉となっていて、コックピットのキャノピーの形状は A 型や C 型と違い、胴体背部にリフトファンを装備している関係から B 型では盛り上がっているために、バブルキャノピーと呼ばれる完全な水滴型にはなっていない。リフトファンの吸気ダクト扉後部には、2枚扉のエンジンの補助インテークがあり、低速となるストブル飛行時でも、エンジンに対しては十分な吸気を行えるようになっているようだ。また、主翼の内翼部中央下面には、エンジンの圧縮機から抽出される空気を利用して、垂直離着陸時やホバーリング時に、機体の姿勢を安定させるためのロールポストが装備されている。このリフトファンから噴出される空気は熱せられていないため、エンジン後部排気口から発生する高温かつ酸素不足の空気流が前方へ流れないようにして、エアインテークから再度エンジンに入り込むことを防ぎ、ホバーリング時においても、高いエンジン運転効率を維持することができる。防衛省では、F-35B を42機調達する計画で、2024年度には、最初に導入される6機を宮崎県にある新田原空自基地に配備する予定で進めており、およそ110人体制で、F-35B の機体を運用する飛行隊を同基地に発足させる。この F-35B 飛行隊の陸上基地として、
宮崎県の新田原基地が選ばれたのには理由があるようで、出雲にしても加賀にしても定期整備を受けるためには艦載機を陸上基地に降ろす必要があり、その艦載機のパイロットは長さが300メートルにも満たない空母の飛行甲板での高難度な発着艦技量の低下を防ぐために一定の頻度で空母艦載機の発着訓練を行う必要があり、その間に陸上の飛行場での訓練が必要となるためだ。米海軍ではその訓練を陸上空母離着陸訓練フィールドカリーランドイングプラクティス FCLP と呼んでおり、陸上滑走路を空母の飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すのだが、現代の空母艦載機は24時間体制で出撃することが想定されているため、米海軍空母艦載機パイロットには夜間離着陸訓練の実施が義務付けられている。この訓練が日本では厚木基地、横田基地、三沢基地、岩国基地などで実施されていたが、これらの基地の周辺には民家や住宅地が多く、 FCLP は夜間も実施されるために住民の反対による問題となっていた。現在では米空母ロナルド・レーガンが横須賀基地に入ってくる際は第5空母航空団の FA18E、FEA18ギガ、E2 などが岩国基地に駐留することが通常運用となり、FCLP 訓練は、硫黄島基地での運用が困難な時にだけ、三沢、横田、厚木、岩国で代替運用される。しかし、硫黄島基地は、岩国基地から約 1400km も離れていることを理由に、アメリカ側からの移転要請があり、日本政府と防衛省は、岩国から約 400km にある鹿児島県の馬毛島に FCLP 訓練を移転することを決定し、2023年1月12日から基地建設工事が開始された。出雲型空母に艦載される空自の F-35B 飛行隊は、有事の際にはアメリカの原子力空母や強襲揚陸艦などでの発着艦も想定されるため、事前に米軍の FCLP を実施していることが必要であり、客観的に見ても、馬毛島に近い宮崎県のニュータバル基地への配備は都合が良いと言える。F-35B は、前輪も後輪も通常離着陸をする A 型と同じ構造であり、滑走路があれば、通常の滑走距離をとって離着陸する CTOL としての運用もできるし、那覇基地をはじめとする沖縄本島南西諸島にある各飛行場への展開も可能となるため、有事の航空戦力の増援として送ることができる。その際、中国側から先制攻撃を受けて、滑走路が使用不可となっていても、ストブルとしての運用が可能であり、飛行場が限られている南西諸島においては、非常に有効な戦力となること間違いなしだ。そのため、空自では、F-35B を、出雲型護衛艦上での運用のみにこだわることなく、南西諸島において、F-35A や F-15J が、短い滑走路しかなくて離着陸不可となるような小さな島嶼でも離発着が可能な固定翼戦闘機として使用可能であるとして、南西諸島などの島嶼防衛戦における有効な戦力として期待が高まっている。ただし、出雲型空母は日本の国会で野党から出雲型の空母化改修によって日本が戦闘機を運用する攻撃型空母を保有することになるとの指摘を受けていたが、空母支持の与党や防衛省は、米海軍の原子力空母のような攻撃型空母には当たらないから問題ないとの姿勢を示していた。軍事専門家などの間でも、出雲型のスペックだけを見て攻撃型空母に該当するかどうかの議論には意味がなく、それはどのように運用するかが大事であり、現在の日本が他国を侵略する意思を持たないことが明白である以上、問題にする必要もないと言われている。また、出雲型護衛艦には戦闘艦としての機能のみならず、輸送艦、補給艦、病院船などの機能も付与されていることから、日本国内外の災害時に救援艦として派遣することもでき、攻撃型の戦闘機を搭載できるからという理由だけで攻撃型空母であると決めつけるのは間違っているでしょう。
2024年7月22日から26日にかけて、木原防衛大臣がヨーロッパを訪問し、イギリスとスウェーデンを訪れ、異例の会談を行うとの情報をキャッチしました。今回は、F3 戦闘機開発は、日本単独がいいのではないかを詳しく見いきますね。ファーンボロー国際航空ショーで、GCAP ブースで、新たな F3 戦闘機がモックアップされていたが、イギリスの先行きが不透明になってきている。戦闘機も、第5世代の性能が良すぎて、それをはるかに超える戦闘機開発が、どの国も不透明になっている。コストも考えるね。現岸田内閣の木原防衛大臣は、2024年7月22日から26日までの期間でヨーロッパを訪問することが公表され、具体的な国名としては、イギリスとスウェーデンを訪れる予定であることが記者会見を通じて明かされた。今回の木原防衛大臣のヨーロッパ歴訪では、イギリスにおいては、イタリアを含めた GCAP、グローバルコンバットエアシステムについての開発参加国の国防、防衛大臣による会談が実施されるものと見されている。日本、イギリス、イタリアの3カ国が進める、次世代の有人戦闘機開発を含めた GCAP、グローバルコンバットエアシステムにおいて、その参加各国の今後の連携のさらなる強化を確かめる意味があると考えられる。ことに、イギリスでは、この2024年7月4日に実施された総選挙の結果、これまでの保守党に代わって、労働党のスターマー政権が誕生したこともあり、GCAP、グローバルコンバットエアシステムの問題に加えて、同新政権との交流も視野に入れているのだろう。イギリスでの木原防衛大臣は、イングランド南部に位置するハンプシャー州のファーンボロー空港において、ファーンボロー国際航空ショーも、今年は、7月22日から26日にかけて開催予定のため、こちらの視察も予定に組み込まれている。このイギリスで開催されるファーンボロー国際航空ショーと、フランスで開催されるパリ航空ショーの2つが、世界のビジネスユースを目的とした航空ショーにあっては、双璧と称されており、大きな注目を集めている。開催の始まりは、イギリスのファーンボロー航空ショーが、1920年、フランスのパリ航空ショーが、1908年と後者が、若干歴史が長いが、いずれも、その展示は、航空産業を担うサプライチェーンの末端まで及んでいる点が、他と一線を画していると言われている。航空ショーとしての出展機体数や企業数で言えば、後発の他国の航空ショーの方が、規模が大きいもののある中、イギリスのファーンボロー航空ショーとフランスのパリ航空ショーは、その裾野の広さが、他の追随を許さないとも言えそうだ。さて、その後、木原防衛大臣は、北欧のスウェーデンへと渡り、こちらでも、同国の国防大臣との会談が予定されており、同国は、GCAP、グローバルコンバットエアシステムの前身とも言えるテンペスト計画には、名を連ねていた国である。現在の GCAP、グローバルコンバットエアシステムに対しては、スウェーデンは、現時点では関与していないが、木原防衛大臣の訪問は、この点についての意思疎通の側面も含んでいるのではないかと個人的には思える。スウェーデンは、自国のサーブ社が開発したマルチロール型戦闘機であるジャ、S-39 グリペンを主力戦闘機として運用しているが、ロシア・ウクライナ戦争の余波で、今年2024年の2月には、32番目の NATO 加盟国となることが決定した。こうした政治的、軍事的に、スウェーデンという国家の置かれた立ち位置も微妙に変化の兆しがあり、今後の新型戦闘機の開発はこれまでのような自国単独という路線では資金面でも生産効率の面でも厳しいとの見方が大勢を占めている。そうした点では今回の木原防衛大臣のスウェーデンへの訪問とその目的とされる同国国防大臣との会談は少なからず今後の同国の新型戦闘機開発に向けて、新たな動きが確認されるきっかけになるのかもしれない。話を、少し日本の木原防衛大臣のことにするならば、木原防衛大臣は、今回のヨーロッパ訪問の直前である、7月18日には、鹿児島県の奄美大島、そして馬毛島の視察を行っており、防衛大臣として、はためからも、精力的な活動を行っているように映る。
こうした木原防衛大臣の忙しい動きも、背景にあるのは、日本が置かれた安全保障環境が、第二次世界大戦太平洋戦争後において最も緊迫し、かつ悪化した状況にあるゆえのことだと思え、決して手放しで喜べる状況とは言えないのかもしれない。その日本の安全保障環境の急激な悪化の主要因は、何と言っても、経済発展を、後ろ盾として、南シナ海や東シナ海、そして西太平洋方面への軍事的圧力を強め続ける中国の軍備の拡張にあることは、もはやあえて語る必要もないだろう。そして、何と言っても、2022年2月に始まり、今や、ウクライナ側がかなりの劣勢であると伝えられるロシア・ウクライナ戦争の現状において、今日でも、ある程度の規模以上の国同士が戦争に突入する事態が起こり得ることが、改めて、西側諸国は目の当たりにしている。こうした事態を踏まえ、日本でも、2023年度の防衛予算から、大幅な増額の方針が打ち出され、2023年度から2027年度までの防衛予算額は、総額でおよそ43兆円が見込まれ、対 GDP 比でも、その額は 2% に相当すると見積もられている。今や、防衛省という名称は、すっかり定着した感もあるが、日本では、2007年から、それまでの防衛庁が第一次安倍政権によって格上げされたことで、現体制となった経緯があり、今年2024年で、ようやく17年目を迎えた状況で、防衛大臣ポストも同様だ。こうして、2007年以降に設けられた防衛大臣には、今の木原防衛大臣を含め、17年で、内閣の組閣に対応して延べ25名がついており、日本の政治状況を反映して、かなり目まぐるしく、そのポストの人事が変わっていることが見て取れる。これら歴代の防衛大臣の中で、個人的に印象に残っているのは、まず、自公連立の第一次安倍政権時に二代目を務めた、今は東京都知事の小池百合子氏、自公連立の福田政権時に第四代を務めた石破茂氏、自公連立の麻生政権時に第6代を務めた浜田誠一氏、その後、同氏は第24代にも起用が浮かぶ。続いて、自公連立から政権交代を果たした民主党と国民新党の連立による野田政権で第11代を務めた森本聡氏、自公連立に回帰し、第2次安倍政権で第12代を務めた小野寺御殿氏、その後、同氏は第 17.18 代にも起用。自公連立の第3次安倍政権に第15代を務めたのは稲田朋美氏だった。その後、自公連立の第3次安倍政権で第16代を務めたのが、現総理大臣の岸田文雄氏で、自公連立の第4次安倍政権で第20代を務めたのが、河野太郎氏、自公連立の菅政権、これに続く同岸政権で第21から23代を務めたのが、岸信夫氏である。今の木原防衛大臣は、自公連立の第2次岸田政権で第25代目を務めているわけだが、木原稔氏の政治家としての経歴は、2005年に衆議院議員に初当選、その後は落選を喫したこともあったが、通算で5期衆議院議員を務めている。ただし、木原稔氏は、現在の自公連立の第2次岸田政権で初入閣を果たしたものであるため、防衛大臣が、自身のキャリアの中でも、初の閣僚となったわけで、これまでに名を知られていた人物の起用とは少し異なるものとも言えるだろう。木原稔氏は、自公連立の第3次安倍政権時の2013年に防衛大臣政務官を務めた経験があり、その意味では、このキャリアを買われて、今の第2次岸田政権において、第25代の防衛大臣に抜擢されたとも言えるのかもしれない。日本の防衛大臣には前述したように、自公連立の第一次安倍政権時に二代目を務めた小池百合子氏、同の第三次安倍政権に第15代を務めたのは、稲田朋美氏のように、防衛という分野に、あえて女性を起用するサプライズ人事が行われたこともある。ただし、防衛大臣は、他の閣僚と比すれば、比較的に、専門的な知識が求められるポストであると揉めされており、自公連立の福田政権時に第4代を務めた石破茂氏、
自公連立の麻生政権時に第6代を務めた浜田誠一氏。その後、同氏は第24代にも起用がその代表で、現木原稔氏もそのライン上と見る向きが多い。